さあ名古屋の波状攻撃になって逆サイドトゥーリオを待っていいトラップになった。キープして倒れますがノーファール。うーん、裏に出して通ればチャンスですがここは高木が読んでいます。高木が自分でおっと危ない、矢野さん抜いた、無人のゴール枠を捉えられず、これは大きかったですね今ね。完全に勝ち点3がぐっと近づける場面でしたが、これは前線に入れるかそれとも、セットプレーもありますので ね先ほどの柳さんのシュートです、はい、高木がボールを失ってあとは流し込むだけというところでした。本人はもっとカーブがねかかるという形でシュートを打ったんだと思うんですけどもね。